こんにちは、吉田さん。まあ、幸福の科学の話をね、まあ、聞きながら冊子を読んでいたんですけども、ちょっとふと思うことがあって、それはですね、私のうちの近所に中学の時の先輩がパン屋をオープンしたのが10月ぐらいだったんですよ。で、今4ヶ月ぐらい経つんですかね。まあ、それで私毎週週に2、3回通っていたりするんですよね。で、結構なパンを食べるようになったんですよ。で、それもなんでそういうふうなことができるのかなって、当たり前のことなんですけども、まあ、パンって1個200円とか300円するわけなんですよね、ああいう専門店のやつは。だからスーパーの100円前後のパンとか食パン1斤100円とかってのわけが違うんですよね。で、ちょっと買うと2000円3000円とかになるわけですよ。で、ちっちゃいですからすぐなくなる。でも質が良くて美味しいんですよね。まあ、ですんで買い続けるところもあるし、やっぱりね、お店に繁盛してもらいたいんですよね。だから微力ながら自分は買うことに協力しようかなと思いますし、そうなると来店頻度高いし購入単価も高いから喜んでいただきますよね。で、やっぱり私としては身内に稼いでほしいから身内に使いに行くってことをしますし、それを続けるように自分もやっぱり豊かじゃないといけないかなと思うわけなんですよ。で、そういうふうにやっていくと、誰かのために自分も自分のためにするみたいな、このなんかね、プラスの連鎖が結構起きてくるのかなと思いますし、閉店間際に行くとすごく喜ばれるんですよね。やっぱ残ったパンがあるわけですよ。で、残ったパンはそのままだとロスになるけども、でも買えば200円300円って金額に変わっていくわけですよね。まあ、そうやって最後の閉店間際の本当にもうお客さん来ないだろうなって時にふらりとられると本当に喜んでいただいたりとか、あとはやっぱオープンの時もですね、オープンしてバーンとスタートした時にやっぱり今日はお客さん来ないなって言うんじゃなくて、もうオープン前から待ってるみたいな状態だとテンションも上がるし、早起きした甲斐があったなっていう風なことを感じてもらうことができると思うんですよね。まあ、だからそんな感じでやっぱりね、商品売ってきて思うのは、なんかプロモーション仕掛けた時に前振りの動画が再生数上がったりとか反応がいいと、あ、これは売れるかもしれないなっていう風にますます販売に気合が入りますし安心しますよね。だからファンとの関係っていうのはそういう風にどんなものも受け取って損はないよってものをやっぱ作っていくことと、どんな時もいや協力するために買いたいんですって気持ちがちょっとあったりとかね、まあ、そんななんか持ちつ持たれつでやると両方がとってもいい関係で進んでいくのかなと。で、やっぱりそれに対して目先のお金が欲しいからとりあえずセールスしておくみたいなのは、やっぱり販売をね、やっぱこうタイアップする側としては気づいていかなくちゃいけないかなと思うんですよ。で、確かに売り上げが上がれば自分の役目を果たせるけども、大事なのはその売り上げを上げるっていうのはお金を受け取った人とお金を払う人の関係が始まるってことですから、じゃあそこをね、いや自分は紹介しただけだから関係ないよっていうんじゃなくて、やっぱりこううまくいってほしいし、よかったよねとか紹介してくださってありがとうみたいになってほしいですね。どっちかって言えばそれが他の人も紹介したいなって気持ちにも変わるだろうし、いいことの連鎖になると思うんですよ。まあ、こう言うとちょっと逆説的ですけども、今まで100人の人にお金を貸して帰ってこなかったからといって、次の新しい人にお金を貸す貸さないの判断にならないっていうのは今までも散々申し上げてきましたけども、じゃあ同じ理屈で今まで100人の誠実な人がセールスに付き合ってくれた、プロモーションに付き合ってくれたけども、次の人は分かんないわけですよね。だから一定の警戒は必要なんですけども、でもやっぱりこう視聴者さんっていうのは今まで誠実に紹介してくれたから次も大丈夫だろうっていう風な過去を持って判断すると思うんですよ。だから次の1回もその期待を裏切らないようにしないといけないし、ちょっと違うかなと思ったら早めにね、手を引かないと、まあ、手を引くっていうのも一つの誠実さとか信用の表れだと思いますんでね。やっぱ今まで計画したことが無駄になるじゃないかなみたいになると思いますけども、それだったら代わりに自分の商品を差し替えていくっていうことでお詫びの形を示すとかね、まあ、そういったこともできるなと。まさにこれは商品が無形のものだからできるんじゃないかなと思いますよね。で、幸福の科学も結局形がこういろんな変わるもの、思想が商品ですから、だから商売としてはうまいことやってるなっていうのと、やっぱり幸福の科学に居続ける人は幸せを感じ続けているってこと、これもとっても大事なことなんじゃないかなと思います。そして1回2回で離れていく人は合わないなとか続かない理由があるわけですから、それは結局悪口陰口に近いものになっていくんじゃないかなと、これはもう避けられないことなんじゃないかなと思いますよね。はい、じゃあ今回は幸福の科学から始まってぐるっとお話した後また幸福の科学に戻ってみました。いかがだったでしょうか。お疲れ様です。